読売住宅案内。ホームのことなら任せてよ。ほーっと感心、うむっと乗り出す、ほー、うーん。読売住宅案内、水曜日発売。4敗目です。さあ、その他のゲームですが、甲子園の阪神広島7対0タイガース勝ちました。小林が11勝目を挙げています。パリーグ優勝を決めた日本ハムがロッテとの対戦、11対8、ロッテが勝ちました。落合の30号、ソレータと並ぶホームランが出ています。それから西武南海、これは2対0南海が勝ちました。近鉄阪急5対4、1点差近鉄。ロッテ日本ハム、ダブルヘッダーの第2試合は結局3対2でロッテが連勝しています。それから西武南海、第2試合は4対3、これも南海が連勝です。ジャイアンツの方は今日明日明後日と太陽との3連戦、飛んで8日に横浜スタディアムで、最終戦が行われます。今日を含めて残り4試合。土井さん、中日の方が随分残ってましたね。昨日のヤクルト戦雨で流れたましたんで、今日3、4、5、6と4連戦ヤクルト、そして続いて7日に甲子園で阪神と、結局5連戦になりまして、10日に広島へ行きます。その後結局現在の日程では18日まで中日が入ってるんですよね。ジャイアンツの優勝ということになる場合は、おトライトへ持っていった山倉、打球が伸びた伸びた伸びた、おっとフェンスに当たった、一塁を蹴って二塁へ、ツーベース。先頭の山倉、ダメ押しのきっかけを作るツーベースです。まあ、ジャイアンツが優勝ということになりますと、延々とこの中日の試合を眺めなければいけないということになりますね。そうですね、まあ、それもね、はい、まあ、4連勝してね、はい、松野と2勝2敗ぐらいでね、松野じゃもうこれは最後までいきますからね、2勝2敗ですとね、はい、そうしますとね、この日本シリーズへの向けてのね、はい、練習のやり方にもね、やっぱり力の入り方違いますからね。そういうことですよね、はい。現在ジャイアンツは65勝48敗ということですから、全勝しましても69勝70勝いかないで優勝ということになるわけです。もし優勝した場合には70勝割ってということですが、土井さん、 V 級時代にも随分苦しい優勝がありましたよ ね、 この48年のね、はい、V 級を決めた年ですね。あーはー、これはね、確かね、最終戦までね、行ったように思う、記憶あるんですけどね。そうですね、最終試合でね、甲子園でね、阪神に勝ちましたですね。これなんかは66勝ぐらいね、70勝いかなかったですね。その前に46年にも実は70勝52敗という、そうですね、この時もかなり苦しかったんですね。はい、苦しかったですね。まあ、それ以前はですね、はい、やっぱり苦しい時はあるんですよね。シーズンの途中で何回か苦しい時あるんですけどもね、大事な試合はやっぱり勝ってましたですね。はあはあ、ですから、こういう、70勝の年ですね、昭和46年とか、あるいは48年ですね、こういう時はそういう試合落としてますよね。今年なんかもね、巨人の試合を見てますとね、落としてますね。つまりそうなんですよね、はい、このゲームは勝っている、あるいは笑顔を立てて勝たなければいけないゲームというのを落としてますからね。そうなんですね。まあ、中日が49年に優勝、その後ヤクルトも広島も優勝を味わったわけですが、この辺はとにかく持てる力の 120% ぐらい出た優勝がずっと続きました。はい、しかし今年もし中日が優勝するようなことになりますと、ピッチャーの見事な活躍、若い爆発力のある打線と
これはもう勝っても当然という力ですよ ね、まあ、あの今年の、ね、ジャイアンツの戦いぶりを見てますとね、はい、やっぱり中日は勝ってもおかしくないという戦いぶりですね。そうですね、はい、さあランナーを三塁まで進めました。バッター松本、マウンド上は2人目の早乙女です。内野は前進守備。マウンド上の早乙女、遠藤に代わって6回から登っています。9月7日の広島球場でのカープ戦、頭にデッドボールを受けまして入院しました松本、14日に退院しています。その後河野が22日、左手首骨折という負傷で現在は名を連ねていません。苦しい中にジャイアンツ、とにかく4勝しなければという段階まで来ました。3対0とリードして7回の裏、山倉を迎え入れるヒットが出るかどうか。ラム、元井、田代、山下、ずいぶん前に出ました。松本、ワンストライク、ツーボール。早乙女、第4球インコース、ボール外れました、ワンスリー。早乙女もこの松本を一塁に出しますとランナー三塁だけよりもっと投げにくくなりますね。そうなんですね。でまたあの2番のね、鈴木のところへ、おそらくね後半ですからピンチヒッターも考えられますしね。左ね、はいはい、ライトスタンド黄色い旗を振っての賑やかな応援であります。ワンスリーになりました。早乙女投げた空振り。まあ、ジャイアンツとしてはもうここではねもうどんなことをしてでも1点取れると、はい、取らなきゃいかんなんですよね。ですからこういう、まあ、先ほど言いました勝てる試合、はい、このゲームは勝たなきゃいかんとか、あるいはこの回はどうしても点を取らなきゃいかんという時にそのちゃんと点が取れるような野球をねやっとかないかんなんですよね。これは真正面ショートゴロ、ランナー帰れません。さあ藤田監督が出て鈴木康人に代わって左の代打は柳田ですか。バッター鈴木康人に代わりまして柳田、バッターは柳田、背番号32。まあ、今年ジャイアンツが散々苦しんできた、ここで取らなければいけない、ランナーを返さなければいけないという場面での不甲斐なさというのはもちろん技術もあるんでしょうが、まあ当時の V 級メンバー、そうそうたるメンバーから見るとどうなんですか、若さということもあるんですか。まあ、それだけではないものがあるんじゃないですか。例えばこの間のね、はい、この中日の試合ですね、名古屋での、これは本当に誰もが、ね、考えられないような、ね、9回に4点取りましたですね、はい、江川から、こういうのはね本当にねもう選手とねこのスタンドともう一体になってねもう異様な雰囲気ですよね、はあはあ、こういうものに後押しされてですねこのプラスアルファを生んでますよね、なかなかそれがこの今年のジャイアンツにないっていう。なるほどね、苛立たしさですね、ファンの方もね、はい、やきもきしてるんじゃないですかね。そうですよね、ファンの応援の方はですね、この後楽園も随分にぎやかになりました、はいはい、とするとお客さんだけの空回りということですよね。そうなんですね、選手の方が乗ってこない、はい、代打の柳田、
インコースボールです。試合開始当初からずっと声を出しっぱなしというライトスタンド応援団。いやあれだけやったらこれもう声枯れるでしょうね。そうですね守っている時には、キャッチャーの山倉にあるいはサードの原へという応援もあります。さあワンツーから柳田空振り、ツーストライク、ツーボール。まずもう1点でいいんですから外野へのフライということを考えるわけでしょ。あ、2アウトになりましたね、はい、ジャンプ及ばず。タイムリーが出ました柳田。大事なダメ押しタイムリー柳田です。まあ、先ほど若さということを言われましたですけどもね、はい、そういう面ではね今のこのジャイアンツで、まあ、V 級の生き残りって言いますかね、はい、そうですね、多少なりとも経験があった柳田っていう、まあ、そういう面でねこの大事な場面で起用してるんじゃないですかね。今の藤田監督も何やらコロナ禍はにんまりという表情に見えました、ね、そうですね、さあ4対0になりました。今日はホームランを打っている篠塚です。ああ、当たり損ない。ラムが取ってピッチャーへトス、一塁はアウト。7回の裏1点追加しました。4対0にしています。タイムリーヒットの柳田です。優しさは乾いた風、激しさは眩しい光。 Oh just jump nowJust jump here 羽ばたく夢胸に熱く俺たちは嵐元気を発するオロナミン C。 オロナミン C は小さな巨人です。